ミャンマーのクーデターから1年、市民は今も軍に反対。ミャンマーでは去年2月1日、軍がクーデターを起こしました。軍は政治のリーダーのアウン・サン・スー・チーさんたちも捕まえました。それから1年になった1日、市民は仕事や店を休んで外に出ないようにするストライキをしました。大きな町のヤンゴンなどでは人や車がとても少なくなりました。市民はこのストライキで今でも軍の政治に反対していることを見せました。日本では日本に住んでいるミャンマー人など300人ぐらいが東京の外務省の前に集まりました。そして日本の政府にミャンマーを民主的にするためにもっと協力してほしいと強く言いました。女性の一人は、ミャンマーでは悪いことをしていない人たちが軍に殺されています。日本の皆さんにもミャンマーを応援してほしいですと話しました。はい、行きましょう。今日の記事、ミャンマーのクーデターから1年。はい、ミャンマーのクーデターね。市民は今も軍に反対。はい、というわけで、今日のキーワードはミャンマーのクーデターです。はい、クーデターは何でしょう。クーデター、ちょっと見ていきましょうね。はい、ミャンマーは知ってますね。ミャンマーは何ですか。はい、ミャンマーは国の名前です。そしてクーデターは何ですか。クーデター、はい、武力などによって政府を倒し政権を奪い取ること。難しいね。はい、クーデターね。はい、これをクーデターと言います。つまりバイオレンスでレジームをつかむんだね。はい、あの英語だとね、 Tensions rising in Myanmar one year after coup。 はい、クープを使いますね。はい、でも日本だとクーデターというカタカナを使う。ちょっと面白いでしょ。日本ではね、クーデターとカタカナで言うんですよ。クーデター、何語かな、英語かな、わからない、本当にわからない。でもクーデターと言います。あ、日本語もあるけどね、うん、はい。で、市民はどうしてますか。市民は誰ですか。皆さんのことです。市民、はい、市民、そこで生きてる人ね。市民は今も軍に反対。はい、市民、市民、市民、はい、このね、市っていうのはシティです。民は人。はい、だからいろんな言葉と組み合わせて民を使うよ。例えば市、シティに住んでるから市民。はい、じゃあ県に住んでたら県民。はい、じゃあ府、大阪府に住んでたら府民。はい、じゃあ東京都に住んでたら都民、都民。はい、北海道に住んでたら道民。はい、じゃあ日本という国、ミャンマーという国に住んでたらもちろん国民。はい、はい、あと何があるかな。はい、思い浮かびません。市民、県民、府民、都民、道民、国民、民、民、民。はい、ミャンマーは去年2月1日、軍がクーデターを起こしました。起こすなんですか？立たせる。目を覚まさせる。始める。はい。何かがね、バン。はい。起きるんだね。はい。例えば、あずみさん寝てます。はい。あずみさんを起こす。はい。あずみさんは一人で起きるときは、起きると言いますね。はい。起きるに対して起こす。誰かがそれをするんですね。何々を
を構成。はい、イントランジティブだね。はい、その反対はが起きる。はい、オカクーデターが起きた。クーデターが起きた。クーデターを起こす。クーデターを起こす。はい、軍が起こしたんだよね。軍が起こした。軍は何？うん。兵隊、兵隊の集まり、戦い、戦争。はい、兵隊の集まり。はい、戦う人だね。軍がクーデターを起こす。軍がクーデターを起こす。クーデターが起きる。はい。兵隊。兵隊がクーデターを起こす。はい。軍は政治のリーダー、アウン・サン・スー・チーさんたちも捕まえました。政治のリーダー。はい。政治、ポリティクスね。政治のリーダー。はい。このリーダーがね、アウン・サン・スー・チーさんという人なんですね。政治。はい。国をね、治める人。政治。アウン・サン・スー・チーさんをどうしましたか？捕まえる。はい。これも動詞ですよ。何々を捕まえる。捕まえる。はい。こうやってね、パッて。ここにね、ピカチュウがいるでしょ。で、ピカチュウが欲しいでしょ。で、ボールを投げて、捕まえる。はい、わかった？はい、そういうゲームだよね、ポケモンはね。捕まえた。ピカチュウを捕まえたぞ。はい。捕まったピカチュウは、ピカチュウ、捕まえられた。はい。それから1年になった1日。はい。それから、それ。はい。クーデターからですよ。ソは、このそれは、クーデターだよ。クーデターね。うん。から1年。で、1日です。はい。なった1日。つまり、それから1年が経った2月1日に何か起きましたよ。2月1日、何があった？はい。市民は、はい。市民が何かをしたよ。はい。何々で何々た。はい。つまり2つしたね。1つ目、休んだ。はい。仕事、休みます。店、休みます。はい。そして何をした？ストライキをした。はい。どんなこと？外に出ないようにするストライキ。はい、ストライキは労働者が要求を掲げて仕事を休むこと。はい、日本語ではカタカナです。ストライキとかストと言います。うん、ストライキ、スト、うん、ストをしますってことね。ストをします。ストライキをします。ストがあったよ。ミャンマーでストがありました。市民がストライキをしました。どんなストライキですか？はい、こんなストライキです。何々ようにするストライキ。はい、こんな風にする。はい、何をする？今回はね、働かないようにするストライキです。働かないだけじゃなくて、外に出ないようにするストライキです。うん。そのためにだから、仕事やお店を休むんだね。はい。休むは何ですか？二つあるね。単純にその休憩する、ちょっと休む。テイクアブレイクってことね。レスト。はい。これも休むなんだけど、もう一つは、もうテイクオフ、オフ、テイクオフ。オフデーを取る。はい。これも休むですね。休め。どっちも休め。大きな町のヤンゴンなどでは人や車がとても少なくなりました。はい。なりました。どうしたね。はい。何々くなる。何々になる。イントランジティブです。
ということはサブジェクトはこれ人や車がサブジェクト、人や車が少なくなった、はい、人や車が少なくなった、うん、どうして、どうして人や少なが、人や車が少なくなった、なんで、みんな市民がストライキをしたから少なくなった。市民が外に出ないようにしたから少なくなった。市民が仕事を休んだから少なくなった。はい。市民はこのストライキで今でも軍の政治に反対していることを見せました。はい。このストライキで今でも軍の政治に反対していることを見せました。見せる。はい。見せるは何？見せるはね、見るのコーサティブです。はい。見る。はい。シンプルですね。見る。これをね、誰かにしてもらうんです。自分が見るんじゃなくて、誰かに 見るをすること。これを見せると言います。はい。見る、見せる。はい。じゃあ、食べるはどうなる？あ、ルーカスさん、おはようございます。チャットありがとう。見る、見せる。はい。じゃあ、食べるだったらどうですか？食べる、コーザティブ。食べ、させる。はい。寝るは、寝、させる。あ、ちょっと待って。見せます。見せます。あ、やばい。ちょっと待って。見させる。見させます。見させますがコーザティブだ。見る。見せる。見せるってね、あの、そう、誰かに見るをさせることなんだけど、コーザティブじゃなくて、コーザティブじゃないね、これ。To show。みんなに見せました。ああ、コーサティブじゃない。To show。はい、見せる。でも、見るから来てるよね。そう、そこはそうなんだけど、コーサティブじゃない。はい、誰に見せた？軍だね。軍に見せたの。はい。そうだね、見させると見せる違うね。見させるっていうのは軍が見たくない、見たくない、目をつぶる。でもそれを見なさいと目を開けて見させる。それに対して見せるは、はい、私がドンとこう、はい、じゃああなたに見てほしいものをバーンと出します、はい、見て見て、これが見せるです。難しい。次、市民はこのストライキで反対していることを見せたのね。はい。今反対でしょ？反対。軍に反対します。反対する。はい。私は賛成しません。はい。賛成しないことです。はい。あずみさん、キーボードに苦戦してます。はい、反対する、賛成する、セットでお願いします。反対する、賛成する、反対する、好きじゃない、賛成する、好き。はい。日本では日本に住んでいるミャンマー人など300人ぐらいが東京の外務省の前に集まりました。はい、集まりました。誰かが集まった。誰？はい。300人ぐらいが集まった。集まる。はい。同じところにね、みんなが来ることだよ。はい。例えば、今オリンピックだね。だから、北京に選手が集まる。北京に選手が集まる。日本では東京にミャンマー人など300人ぐらいが集まったんです。はい、どこに？
外務省の前、はい、これはね、デパートメントの名前ですね。政府のデパートメント、外務省の前に集まりました。はい、そして何を言いましたか。日本の政府にミャンマーを民主的にするためにもっと協力してほしいと強く言いました。はい、と強く言いました。はい、とクアレーションパーリコ何々と言いました。はい、クォートしてるよね。はい、クォーリングです。と言いました。はい、何を言った？協力してほしい。はい、協力は何ですか？協力は、はい、力を合わせて物事を行うこと。はい、力を合わせるから協力ね。力、力。はい、協力してほしい。例えばね、安住さんがリンゴを切ります。そしたらね、こうダンさんが来ます。ダンさんが、あ、私もしますよ。あ、安住さんに協力します。協力する。はい、2人でリンゴを切るともっと早いです。はい、日本に協力してほしいんです。何のために？ミャンマーを民主的にする。民主的にしたい。大勢の人の考えを大事にすること。民主的。民主的。はい、大勢の考えを大切にする。民主的。そんな風になってほしい。はい、つまり今どういうことですか？大勢の人の考えが大切にされていない。大勢の人の考えが大切にされてないんですね。はい、みんなの声を大切にしてない。大事にしてほしいんです。はい、女性の一人は鍵括弧と話しました。最後、ミャンマーでは悪いことをしていない人たちが軍に殺されています。はい、誰かが殺されている。はい、これは動詞殺すですね。殺す。この はい、さっき出てきた。殺される。さっきと違うな。これはね、パッシブ。殺される。はい、軍が殺す。軍に殺される。いいですか？はい、人が軍に殺されている。はい、軍が人を殺しているということですね。日本の皆さんにもミャンマーを応援してほしいです。最後、この言葉、応援する。はい、何回か出てきてますね。応援。はい、応援する。ぜひ覚えてください。応援する。こんなことです。ミャンマー頑張って。ミャンマーを民主的にしよう。私は賛成します。はい、応援する。はい、応援すると言いますよ。というわけで、今日はミャンマーのクーデターから1年、市民は今も軍に反対という記事を読みましたよ。